スーパーファミコン用ソフト高橋名人の大冒険島、ハドソンのスーパーファミコン参入第1弾ということで、ファミコン版で大評判でした冒険島が登場します。不滅のヒーロー高橋名人が巻き起こす悪魔ダーキとの対決、スーパーファミコンならではの大アクションをお楽しみください。来年1月11日8500円で発売予定です。これで年末年始はハドソンで決まりですね。By Hudson.